時時刻8時13分もありましたさあ水曜日のこの時間は美味しいお野菜を使ったですねオリジナルのレシピをご紹介しておりますがえー、今日はですねなぜか残ってしまう使いきれないという調味料シリーズでお届けしていく第2弾でございまして柚子胡椒で頂い,いておりましたのがフリージアさんからチューブの柚子胡椒が長く冷蔵庫に滞在しております <laughs> 滞在されてるんですね。そしてそししてて 自転車でゴーさんもいただきました「チキンにつけて焼いたりして使うんですが気がつけばあの小さな小瓶の中はカオス状態」<laughs>「常備調味料なのに滅多に使わない我が家のかわいそうな子を救ってください」ということでそうそうなんかあのいただいてね皆さんからこういったご意見を「ゆずこしょうって大体いいそもそも何に使おうと思ってみんな買うんだろうと」とでも多分ちょっとあの焼いた鶏肉につけて食べるとか。 なもともとはそういうきっかけなのかなと思うんですけどそう考えてみればそうだなと、まあ、何につけてもいいんですけどね柚子胡椒でですね今日はどうしようかなと思ったんですけどまずあの柚子胡椒はですね唐辛子をこを粗く刻んで柚子の皮と塩を入れてですねこう練りつぶして熟成させたものです。まあ、九州各地地発祥地だという説も多くありまして まあ九州で多く使われてますね一般的に、はい、私もやっぱ大人になるまで知りませんでしたしね柚子胡椒ょうはゆずの産地であります徳島とかね高知でも製造されています、まあ、最近はもうほんとスーパーのどこでもあるっていう緑色のものが大体だと思うますねゆの青い時に使うことが多いのででも赤いものもあったりとかいろいろその種類もあるみたいですさあいろいろと皆さんも使ってらっしゃると思いますあそうか 鍋とかにねちょっと入れたりとかすることもありますねうんうんうん鍋のポン酢にちょっとみたいな感じで今日は私はですね焼きうどんを作ってみましたなんかもうね考えつかないところがいいでしょうやっぱり残ってる調味料だから何がいいかなと思っていろいろ考えたんですけどふとですねあ焼きうどんにしてみたらどうだろうって急に思ったんですけど。 なんかねあの焼きうどんとか焼きそばってちょっとまあ家で食べたいなと思う時も関西人だってあるじゃないですかでもあのソースが最後まで食べるとちょっと私の場合飽きてしまう時もあったりしてちょっと甘くて重くてっていうのをねもうちょっとさっぱり食べたいなと思う時によく醤油味の焼きうどんを作ったりするんですけどそうだ そこにちょっとピリッとしてても美味しいんじゃないかなと思って作ってみました。なので、今回はそのもう調味料だけ合わせていただけたら焼きうどん。自体はですね。何入れていただくかとかっていうのは、あのー、もうご自身のお好きなものでいいと思います。ただね。今日ご紹介するこのポン酢とお水と柚子胡椒を混ぜて作る合わせ調味料なんですよ。で、これ私一応焼きそばでもやってみたんですけど、焼きそばには合わないんです。 ううどんんに合うんですよこの調味料なのであそういえば冷蔵庫に焼きそばがっていう時はあんまりおすすめいたしません、まあ、味覚の問題なので大丈夫という方は大丈夫かもしれないんですけど私としては焼きうどんでお願いしたいなと。で味もですねあの今回ちょっと牛肉を使ってみたんですけどその方が合うかなと思って。 でも別にあの例えば豚肉の細切れでもいいし鶏を薄く切ったものでもいいしお肉も何でも合うしお野菜ちょっと今高めのものも多かったりするのでキノコをいっぱい入れました、ね、値段が安定しているものねあと玉ねぎちょっとスライスしたのと長ネギを使ってますお野菜たっぷりめに入れていただくのがいいかなと思いますねでも最初にお肉だけちょっと塩こしょうして最初にちょっと焼いて取り出しておいて あとはキノコ類をささっとまた、あ、まねぎとかと一緒に炒めていただいてしんなりしたらそこにおうどん入れていただいてなじませますよねで最後にお肉と合わせ調味料をざっとかけていただいてもうささっと混ぜていただくと出来上がりですちょっとね大人な焼きうどんあっさり風味で仕上がりますので作ってみてくださいそういえば最近焼きうどんなんて食べてないわという方もねぜひ挑戦していただけたらと思います さあ柚子胡椒ということですけれども皆さんのお家でも美味しいいろいろな食べ方を実践されてるんじゃないでしょうかはいぜひ教えてください柚子胡椒の美味しい食べ方そしてそういうのでいいんだったらうちもこの調味料余ってるわちょっとというのがあったらですねその調味料もぜひ教えてくださいまた新しいレシピをいろいろ考えてみたいと思います。はい 冷蔵庫チェックしてみてください意外なものが残ってたりしますよあと流しの下とかね調味料入れてるところですよねこれなんだっけっていうのが出てきたりしますのであった時はぜひ送ってくださいねメールは kei アットマーク o bc 1314.co.jp ファックスは大阪066577 0301でお待ちして